豆キュン。真っ暗なトンネル。久しぶりに外に出たから気持ちがいいな。あとはあのトンネルを過ぎれば海岸へ行く抜け道だ。もうすぐ着くな。何事だ？あ、うわあ！あ、チェンバートンネルから救助要請が入った。先に出動して、どんな様子なのか教えて。了解。パトカーコボ、準備完了。出動、カーレスキュー隊。出動、カーレスキュー隊。出動、カーレスキュー隊。まあ、トンネルが崩れて入り口が塞がっているわ。レスキュー信号が入ったということは、トンネルの中に誰かが閉じ込められているんじゃ。クリス、無線連絡をしてみて。信号が途切れて連絡がつかない。じゃあ、どうする？ポーポー、ドローンが入ることもできる小さな隙間でもないか確かめて。了解、調べてみるわ。あったわ。トンネルの入り口の上に小さな隙間がある。いいぞ、ドローンを飛ばしてトンネルの中を調べよう。いい考えね。塞がった入り口に穴を開けるなら重機車両が必要だ。ディディを呼んできて。了解、クリス。全力で飛んでいけ。誰かいないですか？トンネルの中に閉じ込められました。どうしよう。カーレスキュー隊に救助要請したので、もう少しだけ我慢して待ってください。怖いよ。カーレスキュー隊は本当に来るのかしら？ええ、間違いなく向かってきているはずです。ん？これは何の音だ？あ、ドローンだ。トンネルの中に人々と車が閉じ込められている。へえ、よかった、大怪我をした人はいないようだ。なんだこれは。どうして入り口がこんなことに。俺がすぐにトンネルを塞いだ岩をどけてやる。やーやーやー。あ、ディディ止めて。どういうことだ？閉じ込められた人々と車が無事か確かめるよ。大丈夫、今のところ問題ない。大変だ、また崩れるかもしれないから動けない。下の岩をどけたらまた崩れるかもしれない。閉じ込められた人々を早く助け出さないと。どうする？考えろ、考えるんだ。そうだ、上の石をどけて穴を開けるんだ。それなら少なくともまた崩れることはないから、安全に人々を助け出せる。